稲妻チャンネルです。ご視聴ありがとうございます。謎ウイスキーの動画をさまざま配信してきた我々的には何らかのコメントを出さないといけないのかなと思いまして、今回の動画撮っております。ウイスキー好きの方なら存知だと思いますけど、事の発端は今月の12日のヤフーニュース、ヤフーのトピックスになったお話でございまして、兵庫県限定で販売されている四季丹波ウイスキーというのがありまして、これ過去にねちょっとだけ触れたことはあるんですけど、そのウイスキーが地元で生産されたか確証が持てないということで、地元の酒屋さんが販売中止の張り紙をされまして、それが X に投稿されて大きな波紋を呼んでまして、そのことがヤフーのトピックスになったということでございます。今回のこの件に関してはウイスキー YouTuber の大御所中の大御所、クロスロードラボさんがとても詳しく解説されています。以前にウイスキー系の YouTube あんまり見ないんですよって言ってたんですけど、さすがに今回はクロスロードラボさんのね動画拝見させていただいてね、とても分かりやすく解説されているので、ぜひそちらも見られた方多いと思うんですけどね、見ておられない方ぜひねクロスロードラボさんで見てください。ざっくりとお話をさせていただくと、そのお酒屋さん、まあおそらく兵庫県のお酒屋さんやと思うんですけど、四季酒造の四季丹波蒸留所で蒸留貯蔵を行っていると聞いて、丹波ウイスキーの取り扱いを始めはったんですね。蒸留所の見学をしたいということを四季丹波蒸留所に依頼をされたら、忙しいと断られはったらしいんですよ。まずここでちょっとツッコミどころなんですけど、一般の方が蒸留所見学したいって言うとね、やっぱりそれはやってないっていう蒸留所結構日本の中にはあるんですけど、さすがに販売してる側が蒸留所見学したいっていうと大体みんな見せてくれはると思うんですね。なのでまずここがまあ結構稀有な話かなと。普通は見せるよね、よっぽどなんか隠し事がなければっていうことやな。住所は分かってたんで、住所をたどって現場へ行かはったら人の出入りの気配が全くない倉庫やったということで、 Google マップ見るとね、私も見たんですけど倉庫っぽい建物がありました。で、四季丹波蒸留所側からは市内で移転先を探しているという回答があったらしいんですよ。蒸留所の移転って金かかんで、発酵素を移して蒸留機に台移して、なんかボトリングの設備とか全部動かして大変やで。まあこれはね後でね訂正しはるんですよ。訂正ってなんや。訂正しはんね後で。その説明があやふややったんで、これは地元製造の確証は得られないということで販売を中止をして、その張り紙をされたという、そういういきさつなんですよね。四季丹波蒸留所の見解として、私どもにも悪いところがあり、どう対応するか、検討しますという何を検討すんねんっていう話なんですけど、このヤフーニュースを書かれた J キャストニュースの取材に対して四季酒造の営業担当さんが答えてはるんですけど、ウイスキーの一部は以前に作ったものになりますと、まあ、どこで作らはったかは知らないですよ。提携する国内の蒸留所から、原酒の提供を受けており、ブレンドをして使っていますと。どこの蒸留所かは社外秘ですと。この蒸留所が海外原酒を使ってる可能性もあるためにジャパニーズウイスキーとは謳っていませんと。まあ普通海外原酒使ってるか日本のものかいうのは確認は普通はするもんやけども、そのあたりも可能性があるというで、結構曖昧なあの取材の回答されてるんですよ。まあ、まあ、知らないから。日本のウイスキーと海外のウイスキー見分けつかないんですよ。いやいやいや。でジャパニーズウイスキーとは歌ってませんということなんですよね。四季酒造さんは一旦ウイスキーの製造を止めているというふうに説明をされたんですよ。その止めてる理由っていうのが、シャッターをこじ開けられたり、違法駐車が周りにあって近隣に迷惑がかかったと。いうそういう回答をされてるんですけど、 Google マップを見るとですね、もうほんまに周り何もないんで、その辺に違法駐車してもそない迷惑かからへんのかなと私は個人的に思ったりします。そんな治安あるんやろか知らん。そんななんかあのリアル世紀末みたいな状態なんやろか結構のどかな感じやったんですよ。なんかあそこ実はそんなリアル北斗の拳みたいな状態なんや知らんけどな。それ知らないですけど、まあ、それ言うてるのもんや、うちの地域はシャッターこじ上げられるようなクソみたいな地域なんですよみたいな。そう取られても仕方がない。でですね、移転先は現在探しておりませんって、どやねんっていう話なんですよ。最初移転先を探してるっていう営業と、後で回答しはった人がまあ違うんやけども、そこの整合性というか、そんなちゅうことがなんで違うねっていうところもツッコミどころではございます。まあ、あの風通し悪い企業なんですね知らんけど私どもにも悪いところがあり、蒸留所を再開するかどうかを
含めて今対応を協議していますって、落ち着いてから何らかの説明を出すことも検討をしていますと。落ち着いてからというかみんなが忘れてからよ。どうせやめへんで、あのそこ の兵庫の県知事と一緒でさ、あのどうせやめらへんもん。ウイスキーは美味しいので頑張ってほしいという声もたくさんいただいてますという、県民の負託に応えるみたいなこと言ってはるやん、あの県知事一緒やん。いや、まあ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 。でこの四季丹波蒸留所の、ホームページを見るとですね、上流とかの写真は載ってないんですけど、雄大な自然の中で恵まれた新たなウイスキーと紹介をされてるんですよね。公式 X の9月9日の投稿では、丹波地域の寒暖差の大きな気候と四季丹波蒸留所の持つ技術の粋と情熱が一体となって生まれた一品ですという、まあ、そんなね投稿があったということなんでございます。今回のこの騒ぎを受けてね、一番迷惑してはるのが、同じ丹波の名前で、シングルマルトウイスキーを出されてる木桜さんなんですよ。やっぱり木桜さんの方にも問い合わせがあったり、木桜のウイスキーだと思ってこの四季丹波を間違って買ったとかいう、そういう事案もあるみたいで、一応あの木桜さんの方は注意喚起ということで類似品が出てますよっていうのをサイトの方で発表されてます。ただこの四季丹波という名前は明言されてません。他社の商品にはまあコメントする立場ではございませんという、まあ大人なコメントをね木桜さんはされています。もちろん木桜さんのウイスキーはジャパニーズウイスキーの定義にちゃんと当てはまってまして、ステンのポットシルから4サイズの蒸留機にね移行されてて、来年あたりに新たなシングルモルトがね出るという、そういう状況でございます。一個思うのがさ、これ丹波やん、丹波寺快速ってあるやん JR の、で京都都蒸留所やん、都市快速あるやん、すごくね、ここの会社、あれや JR の快速ちょっと待って、京都都寺ちゃうわ、京都都蒸留所の話はまだしてへんからこれからするからな。してるようなもんや、まあ、してるような前やけど、もう一回ねさっきのクロスロードラボさんの動画の話に戻るんですけど、四季酒造の登記簿をね調べはったんですよ。そしたらその登記簿に載ってる名前が、先ほど言った京都都蒸留所の登記簿の役員の名前にもありました。さらにはあの黒谷ウイスキーの松井酒造の登記の名前にもございまして、でさらにさらにあの島根県のミギタというウイスキーがございます。そちらの方を調べると代表者がその方になってるという、4社全て同じ名前の役員がいらっしゃるということで、同姓同名4人いい日やろっていう、いやそうかもしれんというところをクロスロードラボさんね、あの動画にされてます。そこまでね詳しく調べはってね、さすがやなって感心をしてしまいました。まあそんな状況でございます。ここからは私たちの、まあ、見解というか、まず私の見解をねお話をさせていただく。今回だけのねこのヤフーニュースのね事案をね切り取ると、まあ、企業としての対応が、まあ、ずさんすぎるのかなと思いました。まさか取引先の酒屋さんがそんなことするっていうことはね、おそらく想定されてなかったのかなと。回答が最初の回答、後の取材の回答が違ったり、ちょっと慌てはったのかなっていう、まあ、僕の勝手な推測なんですけど、やっぱりその商売っていうのはやっぱり信用と誠実さっていうのがね一番大事だとは思ってます。まあ、企業っていうのは、まあ、損得よりも善悪をまず基軸に考えるべきという考え方は私持ってまして、まあ、ほとんどの企業はそれを持っておられるんですけど、とはいえ、まあ、人間がやってることなんでどうしても善悪よりも損得に走ってしまうっていうのはね、まあ、これ人間の性なのかなというふうに思いますし、まあ、今回も、まあ、まあ善悪損得とはまたちょっと違うかもしれないんですけど、私はそういうところをね思いました。法律にはね、まあ、一切触れてはるわけではないので、そこはね罰則があったりそういうことはないんですけど、ただこの日本のウイスキー業界としてはこういうことが起こると全体の価値というかね低下するというか懸念はあるのかなというふうには私は思ってます。罰則がない言うても、罰則ないからね、あれもなんかギリギリのことやってるけど、罰則ないからせ、まあ、あんたあれはネズミ子やんや、だから似たようなもんやんか、そのグレーゾーンを攻めてるって。ただ今回俺思うねんけど、丹波で作ってて、で兵庫県限定で売ってるっていう、まあ産地や、まあ、ある意味産地偽装の疑いはあるのかな。でそのバルクウイスキーとか海外原酒の場合はちゃんと出どこを出すやん、だからここもちゃんとこういう原酒使ってて、で丹波で会社やってますよってちゃんと説明があったら問題なかったと思うね。そんなことする考えないわ。いやまあそうかもしれんけど、そんなことしたら売れへんもん。他の蒸留所はみんなそうしてるやん、
海外原酒使ってる、海外原酒使ってますよって正直に、だから正直に言ったらウイスキー好きはじゃあ飲んでみようかって。だって正直にウイスキー作る気ないねん。先ほど言った、まあ、大元かどうかわからないんですけど、この松井酒造さんちゃんと蒸留されてるのは間違いないんですよね。ポットシルあるのは間違いないやん。で、まあ、それ言い出すと京都都蒸留所にもポットシルあるんですけど、でここでもう一個、これもクロスロードラボさんがね突っ込んではったんですけど、四季丹波蒸留所のポットシルですっていう写真をね SNS に投稿されてるんですよ。それ京都都蒸留所の写真なんですよ。全く同じアランビック型の、まあ、ジンのやつですね。アランビック型作ったはってんなと思ってな。これでバレへんと思ったんすごいよな。だって同じ写真やで、うん、まあ角度若干違うんだけど、うん、もう後ろ一緒なのよ。小学生が宿題写す時にもうちょいうまいことやるで。もうちょっとなんか変えた方がよかった。マジでそれ聞いてさ、なんかもう夏休み終盤 の小学生みたいなさ、もうちょっとうまいことやるでよと思う。でまあ、あともう一個謎ウイスキーの動画でお話ししたんですけど、まあ、京都都蒸留所の求人広告があって、でその研修先が松井酒造さんやったという事実はございます。松井酒造さんはじめそれぞれの4つの蒸留所別や言い切ってはるんで、まああの長浜と菱田別の蒸留所経営者一緒やけど、それと同じような、まあ、それと一緒やみたいな。それはそんな問題ないわけよ。でもこうさ、全体的にエピソード見てて思うけど、同じ人騙すんやったらもちろんうまいことやるよと思わへん。騙してはるわけじゃないと思う。いやいや騙してるかな。ここで作ってる言うて、うん、実は作ってへんから騙してるやんいうことやな。嘘つくにしてもうちょいバレへんようにやるよと思う、まあ、これも過去の謎ウイスキーの動画でちょっとちらっと言うたけど、まあ、これを一つのね、まあ、ビジネスモデルとしてやってはんねん。京都ウイスキーに関しては売れてるから。あれはだって商売うまい。だからそういうね、マーケティングに関してはとても上手。あれはほんまな、あの訳分かってへん人に売るのが上手やねん。ビジネスモデル的には成功されてるのかなと思いますし、例えばさ、スコットランド行ってさ、キャンベルタウンって書いてあるわけのわからないウイスキー売ってるとするやんか、うん、買う日本人いると思う。いるやろな。中国人も買う。絶対買うと思う。俺らが行っても買うよ、うんうん、もうどこの蒸留所って一言も書いてへんのにキャンベルタウンってあの書いてあるやつ。アイラ島行ってさ、アイラウイスキーって書いてあったもんさ、どこなんやねんと思いつつ買う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 。今回のね、丹波にせよ島根県の三井田にせよ、そういうちょっと地方都市で広げていこうと思ったはるんちゃうかなと俺は勝手に思ってんねん。そういうビジネスモデルで、うん、ほなその地方都市の名前がついてたやっぱり買うやん。でいくら我々が取り上げても意外とこう大きくそのビジネスモデルが崩れることはなかった。ただ今回それが崩れてしまった。ちょっとヤフーでこんだけ大きくなって、うん、普段ウイスキー飲まへん人もこの話知ってるからね、うん、俺結構何人もに言われたから、うん、なんかウイスキーでなんか大変なこと起こってるんですねみたいなことをね、うん、言われたんで、だからこのニュース見て俺は思ったよ。我々ウイスキー業界の誇る集団がついに白日の元にさらされたと。元をたどればその松井酒造さんが自分のところで蒸留してにもかかわらず倉吉自分のところであたかも作ってるようにやって大炎上したというね、まあ、これが始まりですわ。でその大炎上にさらにまあ、社長が投稿でそれに反論をしてしまったやな。だからそれもあの知事と一緒やんか。あのおっさんもわけわからんこと言うてるやんか。なので、まあ、そっからの始まりなんでさっきも言うたもう信用とこの誠実さがもうそこで崩れてしまったところに、まあ、こういうビジネスモデルをどんどんやられてたので、これも過去動画で言いましたけど、ちゃんとこれから、まあ、それはそれで終わったことやからちゃんと蒸留してでウイスキーフェスにも出てきてくださいよみたいなことをねこの動画で投げかけたんですけど、で、まあ、実際今年の春にとあるお酒屋さんの卸の試飲会行ったやん、うん、ほんなら出てはったんですよね松井さんが。でまたなんとなんとその松井さんの斜め前が木桜さんやったということがねありましてね。あれ緊張したよなブース行く時俺多分あれ初めて見たから、やっぱりウイスキーフェスにね来てほしいな。うん出てこいよ。もう今出てきたら盛り上がるってそのブースも。逆に売れるかもしれん。売れるってあの無料シーンだけ売れると思う。はい、まあまあそんなねことでございます。やっぱりそういう疑わしきウイスキーがね出回ってるところは良くないので、まあこれも注意喚起的に、まあ、そういうのは他に真面目に作っておられる今も130超えてます蒸留所がね、まあ、そういうところにはちょっと失礼かなと、ものづくりのモラルには反してるのかなという私は思いました。ウイスキーってええよな、不信任決議ないねんて。あの知事は今戦ってはるけど、ここのウイスキー会社は戦わんでええねん。日本養殖組合
がジャパニーズウイスキーの定義を作ってるから、うん、そこに入ってないところは全く関係ない話なんだ、ね、あの知事があのその蒸留所を訪問してほしいな兵庫県やしな、せっかく同じ兵庫なんやから兵庫やしな、似た者同士でさ、ええがな。ということでございます。今日の動画はまあこの辺で終わっておきたいと思います。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お酒を楽しく幸せに、次の動画でお会いしましょう。ではまた。木桜さんのね、丹波蒸留所がね、迷惑を被ってるって話しましたけども、京都の方もね、京都都蒸留所っていう名前でされてるんですけども、京都蒸留所っていうのがあって、あれはおなじみの木の実、あそことやっぱり間違ってはる人がいらっしゃいます。それともう一個、京都に松井酒造という日本酒の酒蔵があるんですけど、ここと松井酒造合名会社か、倉吉ね、これと混同してこの京都の松井酒造に問い合わせが行ってたり、ここも松井酒造さんも、うちは関係ないです、ウイスキー作りには興味がありませんって言うてね、 SNS で言ってはりますけど、なので3社影響をね受けたはるというのが現状でございます。ここまでいろんな人たち迷惑かける会社珍しい。あ、そこは狙いやったかもしれん、混同させるためにな、うん、有料5人、うんうん、5人させるためにな、うんうん、そうそう、それはまあよく似た名前つけといたら町で買わはるかもしれんもん。そうそう、商売のやり方としてはありっちゃありよ、影響受けた方はたまったもんやない。言うてまだ今インバウンドもすごいし、そうそう、外国人騙すっていう点で一番うまいね。騙すというよりも、いや騙してるもん。そうだから、そういうビジネスモデルや、うん、だからそこはね上手だと思うわ、うん、前動画でやったけど京都のポップアップのお店行ったやん、うんうん、あそこでもあれ結構売れてるのよ、うん、なんかああいう感じでなんかあのないブランドないあのあるように見せかけるっていうのがさ、うん、なんかああここなんかちゃんとしたはんねんと思うやんあれみたいな、なんかやっぱ蒸留所を見せないっていうのはこれいかがなものかと。まあ蒸留所で一般に見せろとは言わんかったやつ、イベントで出てこいっちゃう話や。まあせやな、あっすでほらー言うてそんな雰囲気はなかったやん、あの友好的に接してるの。知らんだけやん、俺らのこと知らない、業界リサーチしてんだけやから。あれビクビクして行ったもんな、うん、まあ、じゃあちょっと対応してくれ。あ、こいつら見てへんわと思ったもん。そうやな、あ、俺らのこと知らないなと思ってね、ホッとしながらねちょっと飲む。まあこのまま知らんまま行ってほしいです。おしまい。